今日の花日記です。今回はこちら。お正月の生け花によく使われるロウバイ。極寒で咲く花が少ない時期に黄色い花を咲かせ、すっきりとした甘い香りを漂わせます。ロウバイという名前は、花びらがロウ細工のような光沢を持っていて、梅の花に形が似ていることや、陰暦12月の異名ロウ月に梅に似た花を咲かせることからついたという説があります。中国原産の植物で、中国ではロウバイ、水仙、梅、椿を雪中鹿と呼び、冬の花として親しんできました。ロウバイの一番の魅力はその甘い香り。凛とした冬の寒さの中で気持ちを癒してくれそうです。小さくて可憐ですね。可愛らしいですよね、はい、ただ香りが割としっかりと隣にいるとしてきますので、かすかに聞こえてきました、はい、聞こえてきました香ってきました。すみません、香り聞こえるんだ。素敵な感性ですね。冬縮こまってね、寒いですから、ぜひいい香りに癒されてほしいなと思います、はい。